っぱりオフで帰ってきて都内近辺でトレーニングをしっかりできる集中してできる環境っていうのがなかなか見つけることが難しかったので、まあ、ここができればトレーニングだけじゃなくて、ジムでのエクササイズだったりリカバリーに関しても、全部ここで、やることができるというのは、まあ、僕ら選手にとっては非常に大きいなと思います。そして、まあまあ、このフィールドでこの環境で、まあ、もちろん中の施設をもっともっとこれから詰めてくると思うんですけど、まあ、そこで最先端の技術を使って、少しでも日本代表が、トップに近づけるように世界のトップに近づけるようなトレーニング施設になればいいなと思います。